ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日はこちらでございました。鹿島アントラーズの戦術シリーズ、シャープコンパクト、相馬アントラーズが世界に挑む、5レー破壊。何これ、回答って書いてますよ。盗んじゃう。そうなんですよ。相手の思考を頂戴するって書いてますよ。そうなんです。え？相馬直樹監督の鹿島アントラーズっていうのは、相手の思考を奪っていく、そんなサッカーを実はやっておりますよというのを。解釈を今日はね、ご披露していただけるということはい、はい。で、その中心メンバーの、一応攻撃の核はもちろん荒木亮太郎ってのがいたりするんですけど、うんうんうん、そうやね、ブレイク中。そうなんです。うん、ただね、このね、回答っていうの中には、この上田綺世、うん、根本慶吾、三沢健とこのあたりがいたりするので、どういうことなんだろう。ちょっとね、お伝えできればなと思っております。うん、ということで、はい、ドンとまずはなんですけど、そのなき引きね、この鹿島アントラーズっていうのは、英語でも書きましたけど、Steal the other team's mental space というもので。何ちょっと国際的な感じ？実は、相馬監督って、実は、そんなに好きじゃないよって言ってるチームが明確に一つ存在するんですよ。好きじゃない。うん、どういうこと？俺、バルサのこと、そっか、うん、そんなに面白いと思わないんだよなって、実はインタビューとかで語ってらっしゃって、要は、つなぐサッカーってものじゃないんだよ、俺はっていうことを、実はもういろんなところで語ってらっしゃるんですよ。結構前から。そうなんですよ。で、その代わり、彼はその今までね、川崎とか町田とかもやってきたけれども、ボールとか相手のスペースを奪っていくってことを大変好んでらっしゃる監督だ。スペースを奪っていく。そうなんです。で、さらにこの鹿島やりながら最近見えてきてるのが、相手の選択肢とかを奪い始めてるなというのが。選択肢を奪う。そうなんです。メンタルスペースとはそのことですか？そういうことなんでございます。回答メンタルスペース。そういうことなんですよ。じゃあ一体どんなことなのか、大体ね、はい、まずは最近の鹿島のスタメンから見ていきましょう、はい、ということでこちらでございます、はい、ドンと例えば直近で行われて横浜 F マリノスのスタメンとかこんな感じですね、はい、ゴールキーパーも去年からですけど、うん、沖選手がやっていて、センターバックは犬飼選手、町田選手、はい、左に長戸選手がいて、右には常本選手、大卒すべきですね。でボランチの三沢選手とピトゥカ選手、ブラジルからできたね、入りまして、はい、2列目には荒木選手、土井選手、泉選手、ワントップには綾瀬、上田が入っているよという、おなじみですね、もうね。そうなんですよ。じゃあこのチームが最近一体ね、鹿島でどんなサッカーをしているのかってことを見ていきましょう、はい、まずはボールの奪い方編、うん、ドン、うん、こちらでございます。鹿島の奪い方、はい、うんうんうん、これ一応ね、ピッチ上になってるんですが、赤のね、方々が鹿島で、相手ね、青にしてますけど、うん、青が敵だと思っていただければと思います、うんうん、はい、鹿島は、この前のこの3人というか、もともとあの、さっき1つ前で見た通り、4-2-3-1 というフォーメーション最近やってるんですけど、はい、フォワードに入る上田選手とトップ下に入る荒木選手、さらには左に入る選手で最前列のメンバーを構成します。守備の時にね、相手がボールを持ってるよっていう時に、最前列を左のサイドの選手とトップ下の選手とフォワードの選手で構成します。はいはいはい。で、なんでそんなことするのかと言われたら、プレスする、ボールを奪うためにプレスするって言ってるのに、鹿島はね、ボールを奪うためのプレスをしないんです。しない。いわゆる、センターバックがボール持ってたら、はい、ガンガンなんか行きたくなるじゃないですか。一人詰めてね、出しどころもう一人が埋めていくとかね。そうなんです。ただ、まあ、全部は埋まんないから飛ばされちゃうんだけど、絶対にね。そうなんです。でも動きはしますよね。そうなんです。お疲れ様って思います、いつも見て、あれ僕。本当です、ね。偉いなって、はい。ただ、鹿島は相手のセンターバックだったり、ゴールキーパーがボール持ってる時には、ボール回ししていただいて構いませんよっていう状態にしていて、そうなんです、うん、その代わり真ん中のいわゆる例えばボランチの選手がちょっと降りてくるだとか、はいはいはい、もっていうところは絶対に防いでたりするだと、いわゆるパスコースを防いでるんです。へで片方のサイドに関してもコースを防いでたりだとかってことをしていて、ほとんどのコースを埋めるんですよ、パスコース相手に立ち位置でね、もう睨みを利かすというか。そうなんですよ、はい、ただ一箇所だけ開けるんです。はあ、ここのね、場面上だと、この左サイドバックの選手のところだけ開けるんです。はいはいはい。一箇所だけ。ええ、ええ。
でもそうすると例えばこのねセンターバックの選手だったら、うん、ボール持ってますってなって、うん、真ん中ラキいるわ、うん、ちょっと前のところ綾瀬いるわ、逆サイド泉さんがいらっしゃるってので、まあ、出せないことないだろうけど明らかに空いてるとこあったらそっち出すよね。そりゃそうなんですよ、うんうんうん、でじゃあしょうがないからサイドに出そうって、はい、まあ、はい、どう考えてもその流れにはなるじゃないですか。そうだね、マークいないから。これが鹿島の狙い、うんうん、はー、要はもしこの1列目のところでボール奪えたら、うん、もうセンターバックは2人しかいない状態で、はい、鹿島は3人いるから、はい、2対3でもうゴールキーパー目の前であと、ね、うんうんうん、攻撃かけられるってショートカウント、はいはい、じゃあもし今度、うん、もう1箇所だけ空いてますってところにボールが出たら、うんうん、もう次の選手が来るようにこれシステムが構成されてるんですよ、うん、なるほど、役割が、はい、そうなんです、でじゃあもしここで次奪えたら、うん、奪ったってなるとやっぱり、うん、1,2,3,4 と4対2が作れますよっていうのを鹿島は基本的にやっていますと。これ逆サイドでも全部そうで、これ第2層目がね、これ一応動かしたのはこれ一応土井選手の予定なんですけど、真ん中には三沢選手が陣取ってて、逆の方にはピトカ選手が行くって流れがあり、逆に今度ね、例えば相手がマリノスとか川崎みたいなウィンガー前線のチームであれば、サイドバックの選手がウィングの選手に対してワンゴンまで絶対についているとかっていうのがあるんですよ。なので、うん、どこかで確実に取れるっていう仕組みを鹿島は構成していたりするんです、うん、そんなボール奪う系のメンバーでございます、うん、なるほど、そういう考え方なんですね。そうなんです、はいはいはい、ってことでじゃあ今のねこれの奪い方の続きってところではあるんですが、うんうんうん、もしじゃあこのね、パスが一回このサイドの選手に通ったりとかなんかして、うんうん、とりあえずね、鹿島の自陣の方まで来られちゃったらどうなるかってところも見ていってみましょう。はいはいはい。こちらでございます。はい、くぐってきたということですね。はいはいはい。はい、ってなったとしても、うんうん、これ今ね、こっち側に矢印、今左サイド側、鹿島の右サイド側が突破された場合って話なんですが。攻め込まれちゃったよということですね。そうなんです。とはいいですよ。はい、うん、まあさ、皆さん。はい、先ほどの前線のプレスの皆さんのおかげで、うん、相手が右から来るのか左から来るのか分からない状態だったら守備ってやりづらいですけど、うん、もし分かってる状態だったら、なるほど、そうなんですよ。ああ、まあ向こうで奪える奪える奪えるし、もしそこで引っかかんなくても、まあ来るとしたらこっから来るよってことだもんね。うん、そうなんです。はい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 。いわゆるもう左逆、こっちのサイドから来るってなったらもう2択しかなくて、なるほど。ね、こっちのサイドで一人でサイドバックで止めるか、もうやばいなって思ったら急にね、サイドチェンジするからもう2択しかないので。ああ、なるほど。そうそう。うん、でも基本的にはそのね、サイドから基本的には攻めてくるどのチームも基本的にそうなので、うん。って考えたら、あ、このサイドで来るんですね、準備も心構えもできてる状態だったならば、うん、やっぱりそれってディフェンスって奪えるもんなんですね。慣れてるし、そこの連携は出来上がってるってことでね、そのケースのスタディが多いわけだから。そうなんです。はあはあはあ、で、それで奪っちゃったら、はい、その裏なんてすぐ取れるわけだから、そこからカウンターっていうふうにいけます。なんだかそれ聞いてる感じでは簡単そうに見えますけど、そううまくいくんですか、これが。うまくいくこと、うまくいくときがそうなんですね。まあでも狙いがあるっていうのはね、どんどん精度上がっていくってことだもんね、繰り返してるから。そうなんですよ。ほうほうほう、でこれをさらにやってくれてるのが実は真ん中の2人が最近とてもでかいんですね、はいはい、真ん中の三沢選手とピトカ選手なんですが、はいはい、この真ん中の方々が常に 2,3 人を封鎖してるっていうところもあったりするんですよ、はい、2人がずっとボールホルダー側とかとちょっとうまくこうポジショニングすることによってパスコースを先ほどのね、前線メンバーのように真ん中にね、出すようなパスコースとかをこの2人がいろんなところ動き回ることによって全部消すっていうのがあるんですよ。全部消してるもんですか？そう、消してるんですよ。これびっくりなもんで、特にね、後でまた話すんですけど、マリノス戦の話とかまたちょっとしていきたいと思うんですが、はいはいはい、ね、マリノスにマリノスに対してしし、ね、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、うんうん、ということで真ん中の三沢選手とピトカ選手がいわゆるね、この中央に入るコースとかを全部消すっていうスペース解凍なんてこととかもやってたりするんですね。そして最後こちら見ていきましょう、はいはいはい、こちら、まあ、最後というかね、うんうん、こちらでございます、うんうん、はい、じゃあ鹿島ビルドアップの時の攻め方だったらどうするのと言われた時ですね、はいはいはい、なんかまずこれ一応ね、うん、一応このオレンジの枠が、うん、全体のピッチ上なんです。いや、コンパクティですね。でも こういう感じですよね、サッカーって真上から見たらね。そうなんですよ、ただ、鹿島、というかもっと言えば、相馬監督が、率いてるチームの攻撃って、はい、ほぼ絶対こうなるんですよ。絶対こうなる。要は、ピッチ上っていうのは、
まあね、左サイドとか真ん中とか右サイドとかやったりするけど、なんかね、ピッチの半分も使わないんですよね。確かに、このは、トーマ監督のコンパクトにも程があるか、左右で言うと。そうなんですよ。はい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 。で、これ何かっていうと、上田綺世というスーパーフォワードがいるんですが、はい。彼にボールを渡そうとすると、うん、てか、上田綺世選手って、それこそ先ほど話した通り、プレス行かないんです。はい。ただ、その代わり、相手のディフェンダーからしたら、めんどくさいんですよ、実は。お動かないでずっと真ん中にいられるって、はあ、やばくないですか？意外とめんどくさい。ボランチへの門は閉まってるし。そうなんですよ。ビルドアップでいうところの。そうなんですよ。で、急に何来るか分かんないから、このセンターバックの選手たちって絶対綾瀬見なきゃいけないってのがあって。なるほどね。で、その綾瀬が例えば、まあ、よくね、綾瀬追わないとかなんか言ってるね、意見とかもありましたけど、なんかそういう狙いもあるってことでしょ。なんか、そうなんです。プロなんだしね、こんだけ認められてる人がなんかあんだろうなとか思って見てたところもありますけどさ。で、そんな綾瀬が真ん中からスルスルスルと、こうやって右サイド来ちゃったら、はい、センターバック二人も、こうやって一緒に動かなきゃいけないんですよね。うん、はい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 。1対1では結構突破してくる選手なので、2人引き連れることができるのが上田綺世ですね。そうなんです。はい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 、でもそうすると、うん、右サイドバックと相手のチームがね、連動してないと、うん、こんな感じで空いてた場合、うん、急に例えば沖選手からフィードがファーって飛んできました。綾瀬がポストプレーします。あれ、2列目空いてる一気にこう、なんてことを結構やられているよってのね。あ、じゃあ相手も、はい、その威圧によってコンパクトにならざるを得ない、左右的にもってことだね。そうなんですよ。はあはあはあ、そうなんですよ。はい、特に、最近、いわゆる全世界的な、ファイブレーン理論と呼ばれるポジショナルプレーが多いので、今こんなこと言ってるけど、本当であれば相手のディフェンダーって、でちゃんとこっちのサイドに行って、そうですよね。そう。で、ここに行って、ここに行ってみたいなことを本当はしなきゃいけないんです。はい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 。鹿島はそれを破壊してきてるんです。破壊。釣ってるってことですね、要はね。え、俺ら監督からファイブレーン理論やれって言われてんだけど、え、こんなにコンパクトにディフェンスしていいの、うん、っていう、うんうん。そういう、この細かいコンパクトなところでいながらも、これにいることによって相手のやりたい守備ってことをさせないっていうサッカーを鹿島はやってるんですね。しかもですよ、まあさん、皆さん、さらに鹿島というチームはそれだけにとどまらない。ファイブレーン理論の最近、上を言ってるんです。はい。鹿島は、はい、セブンレーン理論というものを、セブンレーン理論、はいはいはい。どうやら投入しているようで。セブンレーン理論、はいはい。で、このね、鹿島というか、相馬監督のサッカー、先ほど言った通り、このコンパクトなサッカーをしてるっていうのがあるんですが、うん、すごく激似なチームが一チームだけあるんですよ。うん、ドイツ。うん、まあ、ちょっと監督移籍しちゃったんですけど、昨年まで。前ね、先生ね。そうなんですよ。ライプツヒ、ナーゲルスマン監督が率いてライプツヒにもう激似なんですよ。トーマ監督のサッカーというのが。はい、でそれは右下にもちょっとちらっと書いてるんですけど、我々年末にね、通信簿シリーズという動画のシリーズやってるんですが、はいはいはい、2019年の町田ゼルビア編で全く同じ喋りしてるんですよ、これ。正直。そう。町田の時からもやってるんだ。そう、だからマーサーがなんとなく、なんか聞いたことあるなっていうような感じになってるのも、実は我々やってたからっていうのが実はあるんですね。はい、はい、はい。じゃあ、セブンレーン理論ってどういうことなのかってことをちょっと見ていこうと思うんですが。さっきので言うと3レーンみたいでしたけどね。そうなんですよ。ただ、こうなってるんです。セブンレーン。はい、はい、はい。先ほどのね、オレンジで表示してるところから、さらに黄色のラインを作ってっていうなってるんですけど、要はね、これ例えば長戸選手の例えば左側と右側みたいなところで、いわゆるもともと、あれだ、縦に5分割しているものがファイブレーン理論っていうんですけど、一番大外のレーンのさらに2分割するってのがセブンレーン理論。もともと引いてある縦線、オレンジはファイブレーンなの、これは。になっております。なってるんだ。真ん中のが太くていいの、これ。当分じゃないじゃん、これ。まあ、当分として書いてるわけね、これ。そう、分かりやすく。分かりやすく、ごめんなさい。そう。で、もちろん、もともとファイブレーン理論って、いくつかのその、ルールが存在するんですよね、うん、実は。はい、はい。一列前の選手と同じレーンにいちゃいダメだよとか、二、はいはい、列前の選手と同じレーンにいてねっていうのは、例えばこれだと言いますかね。そうなんです。うん、なんで、長戸選手と泉選手は同じレーンにいて、うん、ピトカ選手はちょっと内に入ってるよねとかで考えると、内外、内外みたいな感じになってるよね、はいはい。これ理にかなってますよね、パスも通りやすい。そうなんですよ、うんうん。それをさらに細かくやったのが、セブンレーン理論ということになります。はい、で、これをね、鹿島は、
すっごい遵守してやってるんですよ。いつ見ても。そう。ってことで、先ほどまで見てきた、ボール奪った時とか守った時とか攻撃の時を、さらにセブンレーンのこの黄色い線が入った状態でもう一回見直してみましょう。おお、トン、はい、こちらでございます。はい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 。おー、はい。ボール奪う時、うん、これすごいのが、うん、やっぱ相手がね、これ先ほどの、またね、鹿島の奪い方の表でもありますけど、うん、相手がビルドアップするときって、大外までサイドバックの選手は開くって言われてるんですが、うん、はい、もちろんそうだね、ディフェンダーとしては。本当に大外に、この黄色の線よりも外にいるんですよね、両サイド。はいはいはい。で、それを一列、このね、大外のレーンの中でも、うん、鹿島の選手たちはちょっと一列、内の方にこの選手たちはいるんです、うんうん。これはもうルールなのね。ルール。これ、一番外で付き合っちゃいけないという。そうなんです。結局、ゴールは真ん中に存在するわけだから、サイドバックの選手とかでも、中に来なきゃいけないので。なるほどね。だから、一個大外は、この時は捨てた状態で、中で守ってましょう。絶対そこ通るんだから。でも、縦突破怖いからね、正面立っちゃいがちですけどね。そうなんです。ただ、はい、結局それであったとしても、縦パスとか、はい、そうなんですよ。うん、ただ、結局こうなるよってことで次また守備の方を見ていきましょう。はい、はい、はい、はい。ドン。じゃあ、仮にまっすぐ来たとしてもというところで。うんうんうん、そう、なるほどね。もしね、相手の選手が大外ずーっと行ったとしたら、うん、まあライン越えちゃうし、うん、クロス来ようもんだったら、越えちゃうよね。で、大外で来る来ようもんだったら、当然ながらと残りクロスしか残ってないので、はい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 、で、真ん中めちゃくちゃ高い犬飼選手と町田選手がいるよ。はい、はい、はい。クロスは、防御できる。なるほどね。絶対一列中で防がなきゃいけないから、この間、常本選手、前田大然選手でも、常本選手が勝てたっていうのも、一列中、一歩外にいるっていうことが大事だったんですね。さっき斜め切ってた人の二列後ろにね、同じレーンの内側の人がいるわけだからってことね。そうなんです。はいはいはい。そういうことをやってるよと。ほう、なんか理にかなってんですけど、すごいですけどね、なんか。ね、そして続いて攻め方分には、はいはいはい、そうなんです。そして攻め方でもやっぱりそうで、はい、これね、コンパクトにいるようにいるかもしれないけれども、はい、結局レーンをちゃんと互い違いな状態で配置された状態で戦っていてっていうのがやっぱり存在してて、ファイブレーン理論よりも、いわゆるセブンレーンの方が、いわゆるもっと細かくピッチ上が細かく設定されるけれども、はい、ちゃんと互い違いな状況とかを生み出して攻撃されているのが、鹿島の細かくなったとしても対応できているという作品。サッカーになるわけです。これ今この図の時はあれですか、4レーンっていうかもう逆3レーンは捨ててるってことですか。そうなんですよ、はあはあ、これがまさに、はあ、まさにいい発言をしていただいてありがとう、はあ、ありがたいってことで、はあ、これをね、実際これだけだったら、いわゆるサンプルで持ってきたものだから、はあ、実践じゃないじゃんって思われるかもしれないので、はい、せっかくですからここから、はあ、先日行われた鹿島 VS マリノスのはい、試合のところから実際に本当にこんなものが行われていたんだよってところを見ていきたいと思います。何を、はい、まずはちょっとこちら見ていただきたい、はい、まずはスタメンでございます、はい、トンと、まあ、鹿島の方は分かってらっしゃると思うんであれですけど、はい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 、右側が鹿島、左側がマリノスでございます。包丁川崎追いかけてね、イケイケのもうマリノスですよ。そうなんですよ、はい、この日はね、チアゴ・マルチン選手がちょっとお怪我っていうのもあり、うん、センターバックに岩田選手が入ったりだとか、左サイドバックに和田選手が入り、はい、最前線はレオセアラ、中川、前田という、そんなね、前田大然という、そんな感じでございます。ミラーゲームじゃないですか。そうなんですよね、はい。そんなところ、こちらを横軸に、今回はですね、はい、縦軸じゃなくて、こんな感じで今度表記していきたいと思います。うん、こちらでございます。ドン。横ね。横型で今回は作ってみましたと。で、これ先ほどまで使っていた、はい、台形の形のものに置き換えし直しますと、こちらでございます。はい、はい、はい。ドンと。今日は、このテイストでちょっとやってみたいと思います。はいはい、これファイブレーンですよね、とりあえずはね。あ、これまだファイブレーンですね。はい。はい、あと、一応皆さんに、ピトゥカ選手なんですが、4文字ちょっと入らなかったので、ピになってますが、ちょっとご了承ください。ピ、ね、ピでございます。はい。てことで、ここから見ていきたいのは、鹿島の先制点のシーンからいきましょう。はい、はい。せーの、ドンと。こんなところでございます、はい、先制点のシーンなんですが、はい、14分13秒ぐらいで、これダゾーンでしょうとね、うん、の時間でちょっと合わせてみたんですが、はいはい、沖選手のゴールキックから始まります、はい、その時にこれ実際もう実況解説聞いていただければより分かるんですけど、はいはいはい、うん、みんな一斉に鹿島の右サイド側、うん、スルスルスルーンってずれていくんですよ、はい、こんな位置関係だったか。そうなんです、はい、もう真ん中より左ゼロ、
寄ってるね。一気に寄っていくんです。はいはい、はい。で、沖選手がボール出したのは、うん、もう大外のサイドにいる上田綺世選手にボールを出したんです。うん、はい。で、この時には本当は真ん中に いるはずの上田綺世選手が、大外まで来たもんだから、うんうんうん、そこに対して、最初もちろんね、あの上田綺世が大外まで行ったから、うん、マリノスの大外の選手である和田拓也選手は、うん、あ、俺が相手かってところでもう対峙しようとするんですけど、うん、まあそうだよね、センターバックはそこまで釣られるわけいかないからね。そうなんですよ、うん、ただ何かしらの危険を察知したセンターバックの畑中選手が行っちゃうんですよ、はい、上田選手の元まで。あ、釣られちゃってるわけ。そうなんですよ。で、それを見た上田綺世選手、はい、ちょうどその時に沖選手のボールがこの上田綺世&和田拓也の間にボールが落ちそうになる。はい。なんと、うん、和田選手にタックルを決めます。うん、はい、そう。空中しながら。そうだったっけ。そうなんですよ。そしたらその和田選手、上田選手にこう食らっちゃったもんだから、よろけて真後ろにまでやってきて、畑中選手にぶつかってしまいます。うん、それにより、和田、畑中、二人ともいなくなった一番奥のレーンに、土井選手がね。そうなんです。土井選手がキューンと入ってきてっていうところで。ここで余裕を持って、ね、非常に精度の高いクロスを中の荒木選手に上げてゴールと。そうなんですよ。シーンでしたよね、見た。そうなんですよ。なんかサイドによって上田選手がディフェンダー2枚消したことで、はあ、実際、土井選手、荒木選手、実はあとね、最もファーのところに泉選手も走っていたので、はいはい、鹿島3対2ってものをある意味では生み出した。ちょっとショートカウンターみたいな状態にも作ることができたって。狙ってやったっていうことですか。狙ってやったと、これは思われますね。というのも、はい、形があまりにも綺麗すぎるんですよ。うん、上田が、まあ、ここでね、二人ともいきなり両方ともいなくなったっていうのは、これはもう鹿島からしたらラッキーだったと思うんですが、うん、上田綺世がデュエルを仕掛けるっていうところで、もう土井選手はいわゆるニア側ですよね。うん、綾瀬選手側に走り、荒、はいはい、木は真ん中、泉はファーっていうのが明らかに狙われた感じでデザインされてサッと走っていく。なるほど。そういう形を作るために、幅を狭めて寄せて、うん、そう。上田の強さに欠けてるってことなの？そうなんですよね。はで、実際迷いなく走ってたもん、確かにね、あんなフリーで、ね、そうなんですよ、はいはい、しかも振り向かないぐらいの形で走ってるんで、来てくれるってのでやってるから、はいはい、これ狙い通りでやってんだろうなってことは間違いないんじゃないのかなと、うん、思われます。そして続いては今度こちらでございます、はいはいはい、2点目のシーン、今度は、はい、上田綺世選手のゴールのシーンですね、うん、こちらでございます、うん、ドン、うん、今度は、はいはい、左サイド、これむしろこの2点目こそ鹿島としては一番やりたい系のゴールの仕方だったんじゃないかなと思いますが、まあ先ほどね、ボールの奪い方とか守備の仕方とか見てきましたけど、はい、和田拓也選手が一番大外からグラウンダーのクロスを放ってきたんですよ、はい、それを真ん中の三沢健人選手がインターセプトでカットして、うん、ピトカ選手に預けました。はい。でそこからっていう話なんですが、ピトゥカ選手が50メーターぐらいドリブルをしてくださって、あ、そうだっけ、はいはいはい、一気にギューンと奥まで。この時にこの右側の選手たちちょっとね、ここ何も矢印も何もつけてないんですが、三沢選手がインターセプトして以降、この和田選手や小池選手、うん、もしくは鹿島の選手たちっていうのはもうカメラに映りません、うん、はい、もうピトゥカ選手、三沢選手が、あとマルコスジュニオル選手ぐらいがギリギリで映ってるぐらいで、うん、ここから左側の選手しかもういない状態になるんです、うん。さらにただ、すぐピトゥカ選手はマルコ選手を抜き、ミサオ選手をもうこのマルコ選手抜いた状態だったから、はい、なんと鹿島こんなにも自陣のペナルティーエリアで奪ったにもかかわらず、うん、そこからもうすでに数的同数、上田、ピトゥカ、ミサオ、荒木、VS、畑中、木田、天野、岩田っていう4対4の構図ができてしまった。はい、はい、はい。で、ピトゥカ選手がずっと走ってって、このね、上田選手の脇のところまで行くんですが、うんうん、もう上田選手また真ん中からサイドの方までスルスルスルンってどけてきて、サイドに流れてくることで畑中選手もサイドに流れる。ただ真ん中誰もいなくなっちゃうとだいぶ問題だからってので、岩田選手は真ん中に残り続ける。はいはいはい。ただ他のカバーも遅れたのもあって、ピトゥカ選手が真ん中まで来ると、なんと上田ピトゥカ対畑中という状態になってしまい、はい、
2対1なんだからもうどっちかが抜けられる状態になっちゃったんですよね。でそこでピトゥカ選手が裏にボール抜け出して、うん、上田選手が裏に抜け、あそこのスプリント力とね体の入れ方見事でしたね。上田選手まさにストライカー、はい、そうなんです、うん、ただこの時にほとんど実は誰にも触れられてないんですけど、はいはいはい、もう一人マリノスの選手にもわからないぐらいのところで一人、うん、猛然とセンターに駆け抜けてってる選手がいるんです。はそれがこの荒木亮太。ここは映ってなかったね。そうなんですよ。荒、うん、木選手ただ走ってるんだけど、はい、上田選手が仮にシュート失敗したとしても僕はこの2点目あったんじゃないかって思っていて、岩田選手の向きご覧ください、うん、真ん中、うん、実は一回も荒木選手視認してないんです、うん、気づいてないっていうかもう上田の方に行って、そう、そっちしか見てないんです。ピット上田の方に、そうなんです、はいはい、だからもし上田選手が先ほどの先生って同じようにクロスファーに対してボール出した場合、うん、そこにはきっと荒木が走り込んでる状態というか、うん、まあね、画面上走り込んでたんであれですけど、結局荒木の2点目っていうのが生まれた確実可能性が確実だなっていう状態になっていたっていう、これがつまり今日の文脈で言うとピトゥカが右方向、ミサを右方向に詰めていった、そして上田が右で起点を作ってたというのも、要は寄せてサイドを寄せて荒木をフリーにする動き、そうなんです。そして、まさにセブンレーン理論で、はい、一番大外植えた、大外の一個前にピトゥカ、はい、実はミサオ選手も、そして結局このハーフスペースに入ってきてっていう、奥川三レーンのところにこの三人が走り込んでいたっていう流れ、ね。まさにだから、フォーレーン理論でしょ、これ逆に言うとね。ある意味で言えば、ね。セブンレーンはフォーレーンってことですね、要はね。そうですね。はいはいはい、はい。で、他の全レーンを荒木が全て牛耳っていたっていう。はいはいはい、はい。そんなことがあったんです、ね。3レーン捨てるっていう意味でもありますよね、セブンレーン。そうなんですよ。そうなんです。なるほど。あと、ちなみにちょっとこれ、念のためにちょっと話しておきたいんですが、うん、実はこれ収録してるの9月3日なんですけど、実はね、まあさん、皆さん、はいはいはい、先ほどこの畑中選手、実はこのシーンでもって、お怪我しちゃうんですよ。うん、そう、なんかね、釣っちゃったみたいな動きにしてました。心配でしたけどね、あれね。で、結局、全治半年ということになってしまいまして、で、なんていうか、来季の開幕ももう絶望的という。肉離れみたいな。前十字的な。そういう系だったんで、ごめんなさい、今何か忘れちゃったんですけど、ただですね、このシーンによるものでは僕ないなっていうのがちょっと見てて思っていて、はい、この日、この30分までの間での畑中選手の股関節の動きが普段と比べておかしいんですよ。なんかね、歩き方がぎこちなくて、びっこ引いてるみたいな感じっていうんですか、いわゆると。あれですか。違和感を感じてそうなんですよね。感じがしたってことですね。そうなんですよ。我々的に股ずれとか筋肉痛なんじゃないかぐらいのレベルなんですけど、多分なんか元からなんかかばってたんじゃないかなって。まあそこでスプリント追ってくときにね、なんかパンと弾けたような感じでしたもんね。そうなんですよね。心配ですね。なるほど。だちょっと川崎とマリノスっていう、ね、首位2位ってところで、センターバック完全にスタメン変えちゃってるって状態のここからね、心配ではあるけれども、という形でした。まあこんな感じ続いてくるんですが、一応最後にね、はい、ポンとこんなところも話しておきたいと、うん、これ今度は先ほどと変わって今度後半になります、はい、鹿島が左から右に攻めてマリノスが右から左に攻めるということで、実はやっぱりね、まあ、ここまでの話考えると鹿島がすごくてマリノスがあまりによろしくなかった話になっちゃうかもしれないんですが、うん、今度マリノスの話、そうなんです、ちょっとだけ話しておきたいと思っていて、やっぱねマスカット監督ってのはすごい監督なんですよ、前半いろいろ鹿島やってきたのを見て、うん、で後半でももう一回いろいろ確認した結果で急に58分前線3人を一気に交代します、はい、中川、前田レゴセアラを諦め、うんうんうん、水沼、はい、エウベルそして杉本健裕と3人一気に変えるんですが、はいはいはい、交代直後のシーンでビッグチャンス作るんですね、うん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 、何があったかというと、この日結局大問題だったのは、うん、やっぱサイドのところで前田大然をずーっとこう止めまくっていた常本選手が、はい、マリノスからしたら、はい、マジでめんどくさい選手だったんです。話題になりましたね、この日の常本選手。はい、そうなんですよ。ということで、じゃあ常本に対してずっと前田大然とのワンオンワンになっちゃってたからそれが問題なんじゃないかと。うん、仮説として。うんうんうん、だから、じゃあ、エウベルをちょっと引いた状態から始めてみたり、はいはい、サイドバックの和田拓也で攻めてみるって一気に 2,3 人でこの常本を襲ってみたらどうなるか、なんてことやってみたと。なるほどね。そしたら案の定、ミサオだったり犬飼だみんなでこうカバーしに来ちゃったんですね。いわゆるやっぱり全体的に鹿島は収縮したわけですよ。なるほど。
コンパクトに、うんうんうん、それを見たエウベルが一気に逆サイドに展開して、うん、そこに水沼浩太が飛び込み、まあ、シュートにはならなかった、ゴールにはならなかったけど、いいビッグチャンスってものを作ったっていうのが、はあはあ、ありましたと。レーンかぶっちゃってるもんね、鹿島。そうなんです、そうなんですよ。でもただこれですごいのが、さらに今度相馬監督で、うん、そうやってやぶ、なるほど、そうなんです、この直後に今度は鹿島も交代をします。はい、フォワードの上田綺世、そして荒木亮太郎、そして2列目の土井翔真、はい、そして泉龍二と前線 メンバーを一気に交代することで、はい、常本に先ほど3人一気にガッて来られたから、うん、誰がね、プレスに行くとか、誰がマークに行くってのが、それが曖昧になっちゃったからってので、うんうん、2列目の選手とか一気に鹿島は変えることによって、うん、常本は誰かとの1対1、この人はこの人で1対1みたいな構造をちゃんと伝達することで、一気にこの問題を解消して、あとはやっぱりマリノスがボールを持つんだけど、鹿島がボール奪ってっていう90分間でクローズしていくっていう物語で終わったと。うん、いうのがありました。なるほど。そんな、まあね、鹿島対マリノスってところを踏まえながらではありましたけれども、うん、こんなね、コンパクトになって挑んでいくよっていう鹿島の、シャープコンパクトという戦術動画でございました。いや、なんかもう一回ちょっと見たくなっちゃいました。ありがとうございます。ぜひ見ていただければなと思います。はあ、なるほどですね。ありがとうございます。はあ、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も勉強になりました。ありがとうございました。ミルアカミルクサッカーアカデミーは毎日やってもらってますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録一つよろしくお願いいたします。お願いします、ね、そして、裏、ね、トークライブじゃないや、ね、いろいろやってますんで、メンバーシップもやってますんで、ね、サブアカチャンネルもやってますんで、サブアカもやってますんでね、楽しみにしてくださいね。お願いします。はい、またよかったら、次回お会いしましょう。井上真央でした。ノーミルクサッドです。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。